どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 LINE Pay ビザクレジットカード、まあビザ LINE Pay クレジットカードですかね、LINE ポイントのね、プログラムが変更になったんですよね、5月1日から、こちらをねちょっとね解説していきたいなと思います。皆さんね、このクレジットカードね発行いたしましたかね。年会費ね初年度無料で、2年目以降もね1回使えば無料になるクレジットカードで、初年度の還元率は 3% のクレジットカードということで、基本的に聞いたことないようなね、還元率なんですよね、この 3% のクレジットカード。で、もしね、まあ、発行されてないっていう方は、まあ、ちょっとね、私の概要欄に、まあ、こちらのね、クレジットカード自体のね、話っていうのも、させていただいておりますんでね、そちら見ていただければなと思うんですけども、まあ、今回のこの動画ですね、このクレジットカードありますよね。LINE Pay Visa クレジットカード。まあ、こちらと、LINE Pay ってもともとペイサービスでありましたよね。まあ、こちらがですね、まあ、結局このクレジットカードが出てきたことによって、まあ、2つになってしまったわけなんですよね。で、これがね、還元率違うんですよ。ということで、まあ、ここをね、まあ、解説していきたいなと思うんですけども、まずね、この LINE Pay Visa クレジットカードなんですけども、まあ、こちらはクレジットカードをね、LINE Pay に紐付け、まあ、紐付けだけですね。紐付けだけして、クレジットカード決済。まあ、これで 3% 還元率を受けることができます。ですので、コンビニでもスーパーでもね、ネット決済でも 3% ね、還元を受けることができます。先ほど言った通りね、LINE Pay に紐付けないと、こちらの還元は受けられないんですけども、まあこのクレジットカード決済すればね、3% は受けられます。まあこれの注意事項みたいなね、一緒に入ってくる紙にね、書いてあるんで、まあ見ていただければね、まあ大丈夫だと思うんですけども、この紐付けっていうところだけね、忘れないでいただきたいなと思うんですけども、まあクレジットカードはもう本当にこれだけなんですよ。3% の還元率っていう感じで、まあどこでも 3% ね。還元が受けられます。もちろんね、チャージ等々のね対象外の支払いはあるにしても、まあ基本的には 3% 受けられるんですよね。で、次に LINE Pay ありますよね。まあ今まで銀行等々からねチャージして LINE Pay でっていう支払いを言うとね、バーコードとかねコード決済とかまでできるね、この決済サービスなんですけども、この LINE Pay はですね、5月1日から、ポイントプログラムが変更になったんですよね。まあ、以前はマイカラーっていうもので、前月の支払い額によって翌月の還元額変わってるようになったんですけども、5月1日からは新ポイントプログラムになって、ステータスでね、分かれるようにな、まあそんなにね、名前は変わってるんですけども、またそのなんですか、利用額とかそういうのによってね、まあ変わるようになったんですよね。で、ステータス別になったってことで、またこれでね、複雑になりましたよね。ちょっと分かりづらいですよね。で、今まではですね、その LINE Pay は銀行口座等々からチャージして、利用して還元が受けられましたよね。これは今までの支払い方法なんですけども、これからはですね、チャージ&ペイだけでね、還元が受けられるようになったんですよね。ですので、変更点としては、今まで銀行等々からのチャージで支払い、で還元が受けられてたものが、これからはね受けられないんですよ。で、このチャージ&ペイ支払いのみね還元が受けれるように変更になったんですよね。このチャージ&ペイってなんだって感じですよね。まあ、これは LINE Pay に LINE Pay Visa クレジットカードを紐付けた状態で LINE Pay で支払うと、自動でね LINE Pay の、チャージ&ペイ支払いになるんですよね。まあ、これね、簡単に言うと、まあ、オートチャージみたいなもので、まあ、今までは銀行からチャージしてましたよね。ですけども、まあ、今回からは LINE Pay に LINE Visa クレジットカードを紐付けるだけで、まあ、利用できるということで、まあ、オートチャージなんですよね。だから利用額はそのままクレジットカードから落ちるっていう感じで、もう事前にチャージしなくてよくなったんですよね。ですので、この支払い方法だけ、還元が受けられるようになるっていうのが、この新ポイントのねプログラムサービスなんですよね。いやー、なんでこんなことになっちゃったんですかね。いや、これね分かりづらいですよね。まあこれ要するに、どっちにしてもね LINE Pay Visa クレジットカードがないと結局は還元受けられないんですよ。
ですんで LINEPay をこれからも使っていきたいという方はね、 LINEPay ビザクレジットカードを発行して発行するしかないんですよね。まあ、還元を受けたければって感じですね。まあ、還元を受けたくないって方はまあいらっしゃらないと思うんで、あれだと思うんですけども、クレジットカード発行しないでね、利用し続けたらもうゼロっていう感じになっちゃいますんでね。新ポイントプログラムのね、ステータス特定をね、次に解説していきたいなと思うんですけども、こんな感じでね、画像を出しておきますけども、レギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナっていう感じで、この新ポイントプログラムで、過去ね6ヶ月以内に100ポイントでシルバー、500ポイントでゴールド、5000ポイントでプラチナっていう風になっておりまして、まあ、還元額はね 1.5%、2%、3% っていう感じで、で一番右のねクーポンってのありますよね。これちょっと後で解説するんですけども、まあ、こんな感じでねステータスは分かれております。ポイント、過去6ヶ月以内にねこのポイント獲得によってこのステータスがね分かれるようになってるんですけども、まあじゃあこの仮にプラチナステータスになりたい場合5000ポイントがね必要っていう風になりますけども、じゃあこれをね17万円利用すると、まあ、5000ポイント超えてきますんで、まあ、17万円利用すると、まあ、プラチナステータスに、ね、なれるっていう感じなんですけども、やっぱりちょっとこれパッと聞くとちょっとハードル高いなと思いますよね。ですけどこれまあ抜け道っていう感じじゃないんですけども、この過去6ヶ月に5000ポイント獲得っていうのはそのカード決済とかでもらえるポイントっていうだけでのカウントではなくてですね、ポイント交換とかのポイントでもカウントされるそうなんで、まあ G ポイントとかね、PEX とかまあそういうポイントサイトのポイントにね、保有されている方は5000ポイント移すだけでね、6月からね、プラチナステータスに、ね、なることができます。もちろんね、これ LINEPay、Visa、クレジットカードがね、必要にはなるんですけども、まあこれポイント移行するだけでね、まあ5000ポイント獲得っていう感じで、まあプラチナステータスにね、することはできます。で、次にね、この一番右に書いてあったクーポンなんですけども、こちらは、コンビニ、ドラッグストア、スーパーで、100円引きの割引券で、飲食店とか家電量販店とかね、そういうところでは 5% 引きの、クーポンがもらえます。まあこれプラチナ会になるとね10枚もらえて、まあお店によってね分かれてるんですけども、まあそれはね自分の好きな、まあ利用できるところ、まあ利用するところをねクーポンをまあ自分で選んでねダウンロードして10枚ね選んで使う感じなんですけども、これね実際に今日見たんですけどもかなり良かったですね。うん、このスーパー、ドラッグストア、コンビニとかのこの100円クーポンっていうのは、まあ結構クーポンっていうとまあいくら以上使ったら利用できるみたいな結構あるじゃないですか。でペイサービスのクーポンってこういうのは結構なかったりするんですよね。いくら以上みたいななかったりするんで、この特典でもらえるねクーポンもなんていうんですか、いくら以上とかじゃなくて、まあ、100円以上の利用で、まあ、100円の、ね、割引を受けられるっていうことですんで、まあ、なんですか、簡単に言うと、まあ、100円くれてるようなもんですよね。うん。で、まあ、それでコンビニで買い物できたりしますんで、まあ、そういう意味ではね、この割引券、まあ、クーポン、プラチナ会員だと10枚もらえるわけなんですけども、これはね、結構今日発表になってね、いいなっていう感じでしたね。うん。で、さらにね、月によって多分これね、5月の特典一覧って書いてあるんで、多分ね、月によって、あの特典ね、変わる特典がもう一個ありまして、まあこれもね、こちらに画像を出しておきますけども、LINE ポイント、LINE スタンププレミアム、利用金ポイント還元、プラチナステータス 100%、LINE ミュージックプレミアム、利用料金還元 15%、LINE 漫画購入金額漫画コイン、20% コイン、LINE デリマ注文金額の、20% 還元ということで、まあ、こちらねクーポンとは別にこのサービスがね、利用できるわけなんですよね。まあ、私そのスタンプとかね、まあ、そこまで利用しないんですけども、まあ、スタンプにだって 100% 還元ということなんで、まあ、100円のスタンプを買ったらまあ100ポイントもらえますんで、まあ、これはかなり悪くないですよね。で、まあ、LINE ミュージック、LINE 漫画もまあ 15%、20% っていう感じで、まあ、いいですよね。で、一番注目していただきたいのは、やはりね、LINE デリマの注文金額の 20% 還元ですね。こちらかなりすごいですね。まあ、これ1万円のデリバリーを頼めば、まあ、2000円分ね、後から戻ってくるっていう感じなんですけども、まあ、これね、注意書きの方にね、書いてあるんですけども、キャンペーン割引後ということで、LINE デリマっていうのは結構いろんなキャンペーンやってるんですよね。ポイントバック何パーセントみたいな。だからそういうのをもしかしたらね、併用できるかもしれないんですよね。ですので、これが全体のね、全員対象のキャンペーンとかで 20% 来ていた場合ですよ。
そうするともしかしたらね、このコラボで 40% ね、なるかもしれないっていうね、結構夢のある書き方がされてるんで、まあ今後ね、またこの LINE デリマっていうのは、私個人的にはですね、この LINE ポイントの出口戦略っていう意味では、この LINE デリマもね、かなりおすすめですので、まあこちらはまあ、デリバリーのサービスで、まあ食事のサービスにはなるんですけども、まあ結構おすすめなんです。これが 20%、40% とかになるとね、かなりね、利用しやすいなと思いますんで、まあこちらもね、かなりおすすめっていう感じなんですよね。ですので、この、今回ね、発表されたステータス特典っていうのはね、結構ね、種類がたくさんあってね、まあ利用しやすいなと思ったらね、個人的な、感想ですね。いかがだったでしょうか。本日ね、LINE Pay Visa クレジットカードの LINE ポイントプログラムのね、変更についてね、解説させていただきましたけども、まあ個人的にはですね、LINE Pay をね、まあずっと今までね、利用されてた方は、まあぜひね、LINE Pay Visa クレジットカードね、発行していただいて、まあ紐付けて利用していただきたいなと思うんですけども、初年度だけでもね、これ 3% の還元を受けられるっていうことですんで、こちらね、やっぱりね、すごいですよね。うん。ですんで、この 3% のね、還元を受けたいっていう方だけでも、まあ、これ発行してもね、年会費、初年度無料ですからね、まあ、2年目以降も1回使えばね、無料ですので、まあ、私個人的にはね、かなりおすすめのクレジットカードとなっております。まあ、この LINE ポイントっていうのもね、結構出口戦略が、まあ、結構多くてですね、まあ、先ほど言った、まあ、LINE デリマとか、テイクアウトサービスの LINE ポケオっていう利用の仕方。まあ、プラス、まあ、ドン・キホーテのね、マジカポイントに、ギフトを交換して、楽天ポイント購入したりとか、Amazon ギフト券に交換したりとかですね。あと、LINE 証券をね、経由すると、この LINE ポイントとね、現金でね、出金することもできるんですよね。まあ、ちょっと手数料かかるんですけども、でもね、ポイントを現金化することもできるんで、まあ、こういう利用の仕方もね、悪くないんじゃないかな。と思いますんで、まあ、この LINE ポイント自体もね、結構優秀で利用がね、結構しやすいので、まあ全体的にはね、かなりおすすめっていう風になっております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter もやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。